はい、どうもこんにちは。毎日インスタグラムに使えるフレーズを投稿する熊田といいます。よろしくお願いします。はい、今日もね、動画撮影していこうと思うんですけど、誰ってね、これ誰って感じなんですけど、昨日ね、動画で説明した通り、ちょっと髪の毛を切りに行ってきました。で、前まではね、もう肩ぐらいの長さまであって、でも縛り上げてたんですけど、ちょっとね、いろいろ用事とかあって、がっつり切ろうかなと思って切ってきました。で、友達のね、サロン、まあ、ヘアサロンみたいなところにね、今回初めて行ってきたんですけど、もうプライベートのサロンでね、もうすごいいい時間を過ごすことができて、ちょっとね、今日からまた頑張っていきそうだなと思うんで、今日も張り切って頑張っていきたいと思います。じゃあね、今日は何のお話をしていくかっていうと、今日は髪を切るっていうフレーズについてね、お話をしていきたいと思います。皆さん、髪を切るってどういうかわかりますか？中にはね、簡単やん、髪切るだったら、I cut my hair でいいんじゃないのっていう方もね、いらっしゃると思います。これ、まあ文法的に間違ってるわけではないんですけど、ただちょっとニュアンスが違う風に捉えられてしまうかもしれません。なぜかというと、I cut my hair っていうと、主語私ですよね。で、切るっていうのは、私が切るっていう意味になってしまうので、自分で髪を切ったっていう意味になってしまうんですね。なので、まあ自分で切ってる方は、I cut my hair yesterday とかっていう風に言ってもらってもいいんですけど、切ってもらったっていう場合は違う言い方をしないといけません。その時に使うのがこちらの、文法になるんですけど、have 足す、もの、そして過去分詞を置くことで、人に何々してもらうっていう意味になります。これね、使役動詞って言うんですけど、まあ人に何々してもらうっていう時に使うような、文法になります。で、使役動詞っていろいろあるんですけど、have を使う場合は、人に何々してもらって当然とかっていうニュアンスも含まれるので、この場合だと、まあ、職業とか、病院の方とかね、髪切るの当然ですよね。とか、車を修理してもらうとか、修理するの当然ですよね。なので、そういう時に使うのが have になります。今日はね、そこにも注目して、例文を作っていきたいと思うので、ぜひ皆さんもね、これを覚えて日常で使えるようにしてもらえたらと思います。そしたら早速、例文に入っていきたいんですけど、今日も例文いくつか用意しているので、一緒に見ていきましょう。じゃあ早速、今の、文法を使って、まずは文章っていうよりかは、髪を切ってもらうっていうフレーズを作ってみましょう。これどういう風にするかわかりますか？髪を切ってもらう。まあ、主語とか置かないでいいので、文法だけね、髪を切ってもらう。これが、have my haircut, have my haircut のようになります。have の後に、my hair、ものを置きます。で、その後に過去分詞の cut を置くことで、have my haircut で、髪を切ってもらうという意味になります。で、cut はね、変化形が現在形、過去形、過去分詞も全部 cut, cut, cut になるので、ここでは変化する必要なく、have my haircut ということで、髪を切ってもらうという意味になります。そしたら例文に行きましょう。私は髪を2週間に1回切ってもらう。これわかりますか？これ英語では I have my haircut once every 2 weeks のようになります。これね、僕これ2 months って言いたかったんですけど、まあ2週間でもいいですね。かなり頻度高いんですけど、2週間に1回切ってもらうという場合は I have my haircut once every 2 weeks のようになります。で、ここでね、once every two weeks、2週間に1回っていうフレーズね、以前の動画で出してるんで、もしよかったらね、概要欄に貼っとくので、それも分かりやすく説明してるので、よかったら見てみてください。はい、そしたら次のね、例文に行きたいと思います。私は昨日を髪を切ってもらった、過去の話ですね。これ、どこを過去にしたらいいか分かりますか？ちょっと考えてもらったなと思います。これ答えが、I had my haircut yesterday.I had my haircut yesterday のようになります。ここのね、動詞は have になるので、それを過去形にしてあげるといいですね。I had my haircut yesterday のようになります。そうすると私は昨日髪を切ってもらったっていう意味になります。そしたら次行きましょう。私は明日髪を切りに行く予定だ。今度は未来のことですね。私は明日髪を切りに行く予定だ。これどういう風に言うかわかりますか？これは英語では I'm going to have my haircut tomorrow.I'm going to have my haircut tomorrow のようになります。未来のことなので be going to で、その後はそのままつけてあげたらいいですね。have my haircut で、あと明日を置いてあげたいので tomorrow のように置いてあげると明日髪を切りに行くつもりだっていう文章になります。皆さんなんとなくコツつかめてきましたかね。ここの文章ね、なかなか文法の形的に違和感があるので、すぐに出てくるのって難しいと思います。
なのでね、僕もカナダにいた時にこのフレーズを覚えて、もう毎日言ってました。1週間以上言ってましたね。そしたらだんだん身についてくるので、なかなか覚えにくいっていう人は、実際に声に出して練習してみてください。で、もう一つコツなんですけど、これ文章を覚えるときに、一つの例文、今だったら紙を切りに行くっていう例文だけで覚えましたよね。それだと応用がなかなか難しくなるので、そういうときはいくつか複数例文を作ってみましょう。で、使う動詞とか内容も変えるといいですね。例えば今回だったら、私は車を修理してもらった。全く違う文章なんですけど、使う文章は一緒ですね。人に何々してもらう。なので、この場合、私は車を修理してもらった。だと、I had my car repaired. I had my car repaired. のようになります。これで、had、have の過去形ですね。で、my car、もの。で、過去分詞、repaired を置いてもらうことで、何々してもらったっていう意味になります。こんな感じでね、例文複数使うと覚えるので、ぜひ皆さんもね、調べたりとか、自分で作ってみたりして、覚えてみてください。はい、そしたらね、今日はこんな感じで、終わっていこうと思います。またね、いろんな動画だったり、英語に関する情報を発信していくので、この動画がいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録してもらえると嬉しいです。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one and see you later.